なんだ、どうした?ん?大丈夫か?あ?お前、靴ずれか。痛いな、これな。よっしゃ。よし、来い。よいしょ。もっと重くなったお前。 取引って何だったの?悪いな。お父さんの背中に頬をくっつけた。お父さん、取引成立して今幸せ。 早起きだから。はい、皆さん集まってください。朝ごはんですよ。おはようございます。 パパいつも言ってるでしょ。挨拶は大事です。コミュニケーション円滑にするために必要なんですよ。はい、こっち春菜、こっち来てください。ご飯食べてください。結局お父さんの友達にお金を借りることにした。はい、できましたよ。よいしょ。あら、たかちゃん。悪いね、のりちゃん。朝早くすみません。 はい、すみまして。のりちゃんです。あ、あれがね、春菜。で、上のがベッカム。ベッカム。で、あの真っ黒なのが松崎。松崎。え?うん。なんで一匹だけ名字なの?ん?ほら、松崎って顔してるじゃない。ほら、どう見ても松崎だよ。そしたら、春菜は近藤って感じがする。 すごい。本当は近藤春菜って言うんだよ。本当だよ。すごい。佐々木さんとのりさんはお父さんとどこで友達だったんですか? 佐々木くんとお父さんは学生時代の同級生で、私はちょっと遅れて知り合ったの。ああ、そういうことですか。それにしても相変わらずだな、たかちゃんは。本当ダメ親父でね。うん、違うの。相変わらず魅力的だなって言いたかったの。嘘でしょ。 全然そんなじゃないです。ううん、そんなことないよ。私ね、結構詳しいんだよ、お父さんのこと。え?だって元恋人だもん。え?ってことはお父さんが元彼ってこと?そう。 はるちゃんもたかちゃんの子供って感じ。かわいい。ありあり。なんかちょっと嫌だな。<笑><笑>
もしも、お父さんがこの人と結婚してたら、いなかったんだ、私。ね、すごいと思わない？何が？私と田中さんが出会ったこと。なんで？だって私がたまたまバイト先にピザのお店を選んだだけでしょ？でもそこを選んだからお客さんで来たこの人と出会えたんだよ。すごいでしょ。 どうした？父さん、私少しなら貯金があるよ。毎年もらったお年玉ほとんど使ってない。お母さんがいつも郵便局に預けてくれてるんだよ。だから少しじゃないかもしれない、それ使っていいよ。だからさ、このまま逃げよう。私お母さんに電話する。 貯金通帳送れって電話する。ダメだって言うと思うけど、脅してでも送らせる。だから逃げよう。 次の駅でまた人が降りると思うから、そしたら座れ。私はきっとろくでもない大人になる。え？私はきっとろくでもない大人になる。あんたみたいな勝手な親に連れ回されて、きちんと面倒も見てもらえないで、昨日まで美味しそうなもの目の前にぶら下げられて、 いきなりパッと取り上げられて、はい今日で終わりって言われて、こんなことされてたら私は本当にろくでもない大人になる。自分たちの都合で勝手に私を連れ回して、父さんとお母さんのせいだ、父さんたちのせいだ。 俺はろくでもない大人だよ。だけど俺がろくでもない大人になったのは誰のせいでもない、誰のせいだとも思わない。俺のせいだから。俺はあんたの言う通り勝手だよ。でも いくら勝手で無責任でどうしようもなくても、あんたがろくでもない大人になるのは
そのせいじゃない。あんた自身のせいだ。そんな考え方、俺は嫌いだ。嫌いだし、かっこ悪い。責任逃れがしたいんじゃない。ハルがこの先思い通りにいかないことがあるたびに何かのせいにしてたら、それは悲しい。思い通りにいかないことがあっても受け止めなくちゃならない時があるんだ。どんなに辛くても。受け止めなくちゃならないことがあるんだ。数日間ものすごく楽しかった。ハルと一緒で楽しかった。私も楽しかった。楽しかった。不思議なことにお父さんが光って見えた。なんだかかっこいい。お父さんとお母さんがどんな取引をしたのか結局は分からなかったけど、もうどうでもよかった。いつまでもバカみたいに手を振っているあの誘拐犯のことを私は大好きだと思えたから。